天文遺産は国際連合教育科学文化機関が国際記念物遺跡会議や国際天文学連合と共同で世界遺産等の分野において天文学に関係する文化的な資産や環境の保全を目的に提唱したもの。2010年と2017年に主題研究が行われているが独自の保護登録制度は設けられていない。 個別の天文遺産の詳細は、天文遺産の一覧を参照。21世紀に入り、ユネスコの活動理念の一つである、科学分野を担当する科学局環境、地球科学部宇宙観測及び地球科学における能力開発科が、科学技術取り分け宇宙科学の足跡検証を始めたことを受け、2003年にテーマ別イニシアチブ天文学と、 世界遺産を立ち上げ、2004年に世界遺産センターの主催で、イタリアのベネツィアにおいて、天文の世界遺産とモーニュメントに関する専門家会議を開催し、その結果を同年に、中国の蘇州で開催された第28回世界遺産委員会で報告して、継続議題となった。その後、2007年の第31回世界遺産委員会での検討で、空、天体、 星明かりなどのエンプリエールランドスケープは不安定な借景で所有権が不明瞭で保護根拠も曖昧であり世界遺産の対象外であると一度は否決された。しかし2008年にイギリスのロンドンで開催された世界遺産への推薦への脈絡での科学技術の専門家による作業部会の中で宇宙技術が取り上げられた。2008年10月にユネスコと IAU は 天文学と世界遺産に関する覚書に上院。IAU は天文学と世界遺産の作業部会を設置した。2009年にはユネスコと IAU による世界天文年を受け、ロシアの火山で開催された天文学と世界遺産、時間と大陸を超えてと題する国際会議でも宇宙開発試験賞の必要性が説かれた。アイコモスと IAU によって すでに世界遺産リストや暫定リストに登録された物件を含む事例を対象に主題研究が行われ、その結果は2010年6月30日に41例のケーススタディからなる世界遺産条約の脈絡における天文学及び天文考古学遺産主題研究という報告書として取りまとめられた。この報告書は同年7月の 第34回世界遺産委員会に報告され、ユネスコ加盟国が各国で天文学的な資産を保護する際のガイドラインとして有用であるとして承認を受けた。また、この世界遺産委員会では天文学に関連する2件の世界遺産、中国の天地の中央にある東方の史跡群とインドのジャンタルマンタルが登録された。2011年9月には、 パリで開催された天文学的遺産の保護と題する国際セミナーにおいて参加者により天文遺産に関するパリ宣言が採択され2012年2月にフランスのユネスコ国内委員会から世界遺産委員会議長に報告された2015年国際連合の国際講年を受け天文遺産を推進することが第39回世界遺産委員会で確認された 2017年6月にはアイコモスと IAU による2回目の主題研究の広告が発行された。今後、宇宙遺産に焦点を合わせた3回目の主題研究が将来的に予定されている。2019年の第43回世界遺産委員会においてイギリスのジョドレルバンク天文台が世界遺産に登録された。天文遺産を選定するにあたり対象となる分野として 天文考古学、歴学、時間、宗教、民族学、文学的領域、天文台、宇宙基地、天体物理学、星空、気象現象などが挙げられた。その適用範囲は、世界遺産にとどまらず、生物圏保護区やラムサール条約指定地にも反映される。また、世界遺産の前提である、不動産有経済構築物以外に、 天体が人々の伝統文化や生活、精神、信仰などに介在した証拠としての無形文化遺産、天文に関する記録物や稼働文化財、機械設備のような稼働遺産も対象となる。天体、星空、気象条件は自然遺産に属し、その評価基準は7、最上級の自然現象、または類まれな自然美。 美的価値を有する地域を包括するに該当し、代表的なものとして、オーロラが挙げられるが天文遺産の登録には至っていない。また、8、地球の歴史上の主要な段階を示す顕著な見本。地形の発達における重要な地学的振興過程、重要な地形的特性、自然地理的特性として、隕石によるクレーターが考えられる。 イーコシスタマストラーのみという造語も提唱し、今後は、長汐や月齢に影響される生態系も視野に含まれる。星空保護区ユネスコでは、MAB 計画において2007年にラパルマ島で開催したアーバンエコロジープログラムでスターライトリザーブを提唱。試験的に5箇所を認定した。光保護区自然遺産の学術的価値を評価する国際自然保護連合は、 2009年にダークスカイ諮問グループを発足させ、ライトリザーブを制定している。光保護区は用途や程度に応じて6種類に分類される。ダークスカイ保護区国際ダークスカイ協会という民間団体がダークスカイリザーブとダークスカイパークを認定しており、2018年に入表石垣国立公園が日本では初めてダークスカイプレイスランクに認定され、 2020年には、伊豆諸島の神津島村も申請予定でいる。天文遺産は、世界遺産同様に、顕著な普遍的価値があり、申請性が伴わなければならないが、法的保護根拠などの完全性は求められず、同じインテグリティでも本来の目的に沿った、整合性が重視される。こうしたことから、天文遺産においては、リビングヘリテージを優遇し、 アダプティブユースは認めない傾向がある。現在、天文遺産のための評価基準が作成中である。天文台や望遠鏡などにおける最先端で唯一の科学技術を反映したモノ天体観測の知識や技法の記録、証言観測書や宇宙開発における新素材気象機構の特異性。 空の背景や大気密度、透明度などの自然条件天文遺産の選定は、世界遺産のような条約締結義務もなければ、申請制度もない。アイコモスが既登録世界遺産や、暫定リスト掲載物件の中から、天文遺産の要素があるものを、IAU は、会員の推挙により選出し、ユネスコを交えての専門家会議で審査し、承認する。選定作業は不定期開催。 これまでの各種会合で、天文遺産を目指す動きを示したものとして、ロシアの星の町やカザフスタンとの共同所有となる、バイコヌール宇宙基地、オランダの世界最古のアイゼアイジンガーによる、プラネタリウム、スイスとフランスにまたがる欧州原子核研究機構で、ビッグバンなど、宇宙進化論を探求する、大型ハドロン衝突型加速機などがある。ユネスコでは、記憶遺産から、 ポーランドのニコラウス・コペルニクスの代表作、天体の回転について、イランの先制術協定の書とガージャール朝時代のイランの選抜地図コレクション、1193から1344年のタイン歴カレンダー、1779から1926年のグレゴリオ歴カレンダー、ドイツのネブラディスク、アメリカのランドサット計画の記録、マルチスペクトル、 スキャンセンサーなどを検討している。文芸分野では、ノーベル文学小作家、ハリー・マーティンソンが読んだ宇宙の詩、アニアラが挙げられている。日本においては、文部科学省宇宙開発利用部会による、科学技術、学術分野における、国際活動の戦略的推進や、内閣府の宇宙政策委員会が、牽引役となると思われるが、現時点では、 天文学会や歴学会による懇談会で旧暦2033年問題の考察と点末を取りまとめておす案が出されているほか、ニュートリノ研究がノーベル賞として評価されていることから内閣府特命担当大臣の宇宙省関係筋がスーパーミオカンデを推薦してはと示唆している。星空を鑑賞するためには公害がないこと、澄んだ空気と安定した。 気象条件が必須だが、この条件を審査する指針は曖昧である。高度であれば、ボートルスケール、大気汚染度を測るなら、世界気象機関の指標を用いることが考えられるが、そうした環境を維持し続ける持続可能性を世界遺産委員会は求める。星空を横切る衛星やゴミといった人工物に簡単な解決法はなく、特にスペースデブリは、 地上から観測できるものだけでも2万個もあり、期間間、スペースデブリ調整委員会も設立されているが、宇宙条約の解釈も必要になるとの指摘もある。日本の天文台もある、マウナケアは、先住民が、転足広報で、ハワイ諸島へたどり着いた際に目標となり星をあがめる場所とした聖域であり、天文台建設に反対する運動があるが、いずれも、 天文遺産としての要素であり、成り行きが注目される。アメリカでは、月面着陸の地を国立公園にしようという法案が提出されたが、これを天文遺産で応用することで、宇宙開発競争に拍車がかかる恐れもある。世界遺産で航空分野の登録が行われていない段階で、宇宙へすそのを広げるのは拙速ではないかとの意見も、ある。ユネスコでは、 天文遺産をアストロツーリズムとして活用する遺産の商品化も推進しているが、宇宙旅行は容易でなく、天体観測の場所が観光地化すれば観光郊外も懸念される。天文遺産は現時点では法的保護根拠を求めていないが、将来的には必須となり得る。ニュージーランドのテカポコが星空景観での世界遺産への推薦を試みた際、 人造庫であるため国立公園化による保護が困難で断念した経緯がある。また、天空景観の範囲を確定し保護するには、領空圏や環境圏から派生する空間圏を応用するなどの試みも必要となる。天文台周辺での屋外照明を規制する条例は各国にあるが、相対的な公害に対する対処法を導入している事例は少なく、 1988年のラパルマ島と1989年に岡山県の旧ュ生町が制定した公害防止条例は先駆的なもので現在でも国際的に高い評価を受けており2000年のニューメキシコ州と2003年のコネチカット州、ユタ州、アーカンソー州、インディアナ州における州法としての公害防止法、2002年のチェコの夜環境保護法などが追従している。 同様に、電波望遠鏡周辺では、電波法の応用が求められる。個人でできることとしては、家屋内の光を外へ漏らさないようにする、透過管制や、夜間の自動車使用の制限、必要な時にだけ明かりが灯るモーションセンサーの普及や、キャンドルナイトによる啓蒙などが挙げられる。2020年前期に、日本天文遺産に認定された。 電波望遠鏡日本天文学会は2019年に日本天文遺産制度を創設し、合図藩の藩校、日清館に付属した天文台跡と超新星やオーロラと思われる天文現象を書き留めた藤原定家の日記赤月記を認定した。ついで2020年度には、 7から8世紀に作られたとされ現存する最古の本格的な製図が描かれたキトラ古墳天井壁が1887年に日本初の近代的日食観測に成功した明治20年回帰日食観測地及び観測日食費1993年に設置された直径6メートルのミリ波電波望遠鏡を後期に仙台半田的に伝わる根天儀など 仙台藩天文学機器百九十九年に設置された天体望遠鏡と収納施設などからなる臨時移動観測所がん主点長儀及び関連建築物1九百三年に建設され現存する日本最古のドーム型天体観測室がある昭泉学校天体観測所を認定。本校はユネスコのアストロノミーワールド・ヘリテージ・セマティック イニシアティブと IAU のポータルツーザ・ヘリテッチ・オブ・アストロノミー及びドイツ語番、ウィキペディアのライチチュアッツ・ジェベットを基調としている。ありがとうございます。